小野田坂道ってどんな人？小野田坂道は渡辺渡の漫画弱虫ペダルの主人公です。千葉県立総北高等学校に通う2年生で自転車競技部に所属しています。坂道は自転車が大好きですが、体力がなく坂道を登るのが苦手です。しかしインターハイで優勝した総北高校自転車競技部の先輩御堂筋翔に憧れて自転車競技部に入部します。坂道は努力家で仲間思いです。また負けず嫌いで常に上を目指しています。坂道は自転車競技を通して様々な人々と出会い成長していきます。坂道は2018年にはアニメ弱虫ペダルで山下大輝が、2020年には映画弱虫ペダルで永瀬廉が演じています。小野田坂道の戦績は？小野田坂道は日本の漫画弱虫ペダルの主人公です。彼は千葉県立総北高等学校自転車競技部の2年生で、山岳を得意とするクライマーです。小野田は入学当初は弱い自転車選手でしたが、努力を重ねてインターハイでは山岳賞を獲得し、全国大会に出場するまでに成長しました。またインターハイ後に開催された箱根駅伝では総北高校の優勝に貢献しました。小野田はまだ2年生ですが、今後の活躍が期待されている選手です。小野田の戦績は以下の通りです。インターハイ山岳賞、箱根駅伝総北高校優勝。小野田はまだ2年生ですが、今後の活躍が期待されている選手です。小野田坂道の進路は？小野田坂道は自転車競技部のキャプテンを務め、全国大会で優勝を果たした後、日本大学の法学部に進学しました。大学では自転車競技部に所属し、全国大会で優勝を果たしました。卒業後は弁護士事務所に就職し、自転車競技の普及活動にも力を入れています。小野田坂道の好物は？小野田坂道の好物はおにぎりです。彼はおにぎりの美味しさに夢中になり、ついにはおにぎり屋でアルバイトをするようになります。おにぎり屋で働くうちに、おにぎりの作り方や食べ方についてたくさんのことを学びます。そしていつか自分の店を持ち、美味しいおにぎりをたくさんの人に食べてもらいたいと夢見ています。小野田坂道はおにぎりを通して人とのつながりや自分の夢を見つけます。おにぎりは小野田坂道にとってかけがえのない存在です。小野田坂道さん、3年目のインターハイの意気込みを聞かせてください。小野田坂道です。3年連続でインターハイに出場することができとても嬉しいです。前回のインターハイでは個人総合で5位という結果を残すことができましたが、まだ納得がいかず、今年は優勝を目指して頑張ります。チームには同じく3年連続出場の今泉俊介、鳴子章吉、そして2年連続出場の牧島雄介、田所仁、泉田藤一郎、真奈美山岳、そして新メンバーの御堂筋翔がいます。みんなとても強いライバルですが、一緒に戦えることを楽しみにしています。今年のインターハイは新潟県で開催されます。新潟県は私の出身地でもあり、とても思い入れのある場所です。地元の皆さんに応援してもらえるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。